レッスンです。今日の内容は、腹式呼吸の強化です。これは実際にプロも使っている技なので、ぜひ、えー、ゆっくり進めていくので、尺は長くなりますが、興味ある方、それこそプロを目指す方、上級者向けの内容になっているので、最後まで見てください。 まずは普通に腹式呼吸できますかっていうところが前提なんですが今日はもう少し踏み込んだところで横隔膜のトレーニングを紹介します横隔膜聞いたことあるかな横隔膜っていうのは肺の真下にくっついているこのあたりですかねにある筋肉ですで、この ちょうど当たる位置が溝落ちになるんだけど溝落ちに指を入れてみると柔らかくプニプニしてると思います。で、この押している指を腹筋を使って外に外にこのようにね跳ね返すことができますかちょっとやってみてください。押して柔らかさを感じたらこの指を跳ね返すように溝落ちに力を入れる。 で、これが、いわゆる、発生している時の状態です。発生している時っていうのは、息を吐いている時です。逆もしかり、息を吐いている時というのは、声を出している時です。その時には、この溝打ちに、跳ね返すぐっという力を入れて、と、なります。 皆さんどうかな一回やってみてください。できた方っていうのはね、なかなかよくできましたという感じなんだけど、柔らかいところに指を入れて、ぐっと跳ね返す、押し返す。で、喋ってる時も歌っている時も、ここに力が入っている状態を保ちます。息を吸う時は緩めます。で、お腹に空気を取り込んで、また次歌う時、 その時には、ふっ、ふっ、というように、押し返す力を入れ続けてください。これが、えー、プロも実践している、腹式呼吸です。腹式呼吸を発生につなげているので、腹式発生と言います。大丈夫かなこれがね、結構やるときついです。お腹が非常に疲れます。リラックスしているときは、柔らかい状態、そこから、 声出すときには、このように固く力が入ります。そうすると声に芯が出てきます。まとめですが、これは息が続かないっていう方にも有効です。